エリック・ウォルター・ジョン・ボールは、イギリス・イングランドのブリストル出身の旧成軍の士官、作曲家、指揮者である。音楽家として優れた能力も発揮し、作曲や指揮者で旧成軍万国本営音楽編集部で24年間、務めた。引退した後も、教会の金管バンドや、消化隊のための作品と一般のコンテスト金管バンドのために、たくさんの音楽を残した。 彼の活動は英国式金管バンドの発展に大きく寄与し、英国式ブラスバンドの世界では深刻化された存在で、彼のブラスバンドに占める位置は不動のものとなっている。金管バンドをロマン派と現代を音楽の道に導いた人とも言われる。エリック・ボールは人生の最後まで忠実なキリスト者として英国旧西軍のポール正体に属し神に対して、 経験な生涯であった。1903年に、ブリストル近郊のキングズウッドで、食料を雑貨チェーン店を営む父と、旧世軍の主幹であった母との間に生まれる。幼少期から、旧世軍のブラスバンドで、コルネットとトロンボーンを学び、また、教会の大聖堂のオルガニスト、ピアニストを目指していたこともあって、音楽教育としては、オルガン、ピアノをはじめとし、対法や、 作曲理論を学んでいる。旧西軍では、オルガニストとして活動するほか、ブラスバンドのバンドマスターに従事し大きな成功を収めた。1970年代には、ザ・ビルト・オージ・ブラスバンド・オブ・グレート、ブリテンと称された、文字通り、イギリス国内の名手たちを集めたバンドでの指揮も行っている。1989年に他界した後も、彼の名声は変わらず、 2003年には生誕100周年を記念してセレモニーが催された。また作曲においては一連の公共詩や200曲に及ぶ賛美歌などを残し、これらはブラスバンドの古典的なレパートリーとして頻繁に演奏されている。ありがとうございます。